柳原鉱山にあった高鉄鉱を中心とした硫化鉄鉱を主に産出した鉱山である。岩手県の松尾鉱山とともに日本を代表する硫化鉄鉱の鉱山であった。一番高道口柳原鉱山は古生代ペルム期中期に形成された火山性の硫化物鉱床であると考えられている。同じ時期に中国地方各地で同様の鉱床が形成されたが、 柳原鉱山の交渉が最も規模が大きく、総埋蔵量3700万トン以上と見積もられており、他の交渉は小規模である。柳原鉱山の交渉は会場内、交渉としては、吉井川沿いの削減本交渉とその周囲に複数の小交渉がある。柳原本交渉は、鉱鉄鉱を中心としており、大銅鉱、千亜鉱鉱が少量を含まれる。また、 柳原鉱山周辺は、白秋に、河口岩の貫入が起きたことによって、接触編成作用を受けており、柳原本鉱床も編成作用を受けて、鉱鉄鉱の一部が自流鉄鉱となっている。そして柳原鉱山最深部に分布する、深部鉱床は編成作用の影響が強く、多くの鉱石が自流鉄鉱や自鉄鉱となっている。また、柳原本鉱床の周囲に分布する小鉱床からは、 プチ道工、大道工なども算出した。柳原鉱山の流化鉄鉱柳原鉱山の主要鉱床は、ほぼ吉井川沿いに分布する柳原本鉱床である。柳原本鉱床の最上部は、柳原集落付近で地上に露出しており、地上付近の鉱床は酸化作用によって、勝鉄鉱となっている。柳原本鉱床は、柳原集落付近の路頭から南東方向に、 約10度の角度で地下に入り、地上に一番近い第一交代、続いて第二交代、第三交代、下部交代という4つの交代が連なっている。本交渉の厚さは最大100メートル、幅400メートル、長さは4つの交代の合計で約2000メートルに達し、鉱石の埋蔵量は第一交代約540万トン、第二交代約310万トン、 第3交代約780万トン、そして株交代は約1890万トンという大きな交渉であった。第1から第3交代は標高99.5メートルから海面下72.6メートルに分布する。第1交代は山の中に存在するが、第2交代は吉井川と同レベルに位置し、第3交代は海面下の存在である。 株交代は第三交代に連なって、震度をマし海面下237メートルから374メートルに存在する。一方株交代のさらに南側の深部には深部交渉があり、海面下637メートルから918メートルに分布する。深部交渉の交渉は、厚みは他の交渉と比べて薄いが、自流鉄鉱や自鉄鉱が多く算出された。 柳原本交渉と新武交渉の連なりから見て、東側には高原、金堀、宝殿、安見石日野谷、西側には下谷家電城日崎、下柳原という小交渉が分布している。各小交渉の主要鉱物はやはり木鉄鉱を中心とした硫化鉄鉱であるが、西側の小交渉と東側の日野谷交渉は、 鉱石中の銅の含有量が高いという特徴があった。柳原本工場は半岩盤が硬いため採掘が比較的良いであり、また産出される木鉄鉱を中心とした硫化鉄鉱の品位が高く、工場内の強雑物も,も少ないなど極めて良好な工場であった。柳原鉱山は、慶長年間に津山城を追記時、 石材を集める際にカッテッコウの路頭を見つけたことが発見のきっかけと言われている。しかし、江戸時代の間、地元では発見されたカッテッコウのことを焼け石と呼ぶのみで全く利用されることはなく、柳原鉱山の採掘が始まったのは明治時代になってからであった。1882年、柳原本鉱体の隣にある加作原鉱体にあたる場所で、 硫化鉄鋼の採掘を開始したのが、柳原鉱山の採掘の開始であった。しかし当時の硫化鉄鋼の用途としては、塗料と緑板の製造くらいしかなかったため、鉱山の経営は困難で鉱山の所有者は点々と変わった。そのような状況の中、1893年になって、吉井川対岸の久木地区から銅が含有する硫化鉱の路頭が発見され、 日崎鉱山と名付けられ、高成績を挙げた。この路頭は後に、日崎鉱床と呼ばれるようになる。また1890年代になると硫化鉄鉱も、化学工業で多用される硫酸の原料として注目されるようになり、硫化鉄鉱の採掘も、また軌道に乗り出した。1884年、柳原付近の地質調査を行った、地質学者の小千部忠史章は、 カッテッコウの路頭を発見して、製鉄材料に有望と判断した。この路頭が、柳原本工省の路頭にあたり、1900年から、露天掘りでカッテッコウの採掘が開始され、ヤワタ製鉄所に送られるようになった。1902年には、ヤワタ製鉄所の事業が一時的に縮小された、影響で一時休山となるも、日露戦争の改善に伴う、鉄鋼増産のために再開され、 1905年には鉱山の経営権は鳩山和夫ら3名の手に渡った。鳩山らの経営時代、柳原本鉱章から硫化鉄鉱が発見され、硫酸の需要増大のために一時的に盛んに採掘されたが、日露戦争終結後の不況のために硫化鉄鉱の採掘は中断され、鉱内湧水の増大によって鉱山自体の経営が困難となってしまい、 1907年には、再び旧山となってしまった。なお最初に開発された下柳原鉱床は、下柳原鉱山と呼ばれ、日崎鉱山と共に、柳原鉱山の不沈とは関係なく順調な経営を続けていた。1912年、下柳原鉱山の経営者が、柳原鉱山を買収し、下柳原鉱山と柳原鉱山は合併して、柳原鉱山と呼ぶようになった。 早速、柳原本交渉の再開発が開始されたが、交渉が吉井川に近いこともあって、有水量が多く、開発は困難を極めた。この頃、彦島、直島など、瀬戸内海沿岸の各地に、小賀工業や鈴木商店などが、非鉄金属の精錬所建設を進めていて、精錬する功績を得るために、財閥間で、瀬戸内地方の鉱山の買収が盛んになった。 そのような中、藤田組は、柳原付近の鉱山に目をつけ、1915年には、柳原鉱山以外の鉱山、鉱区の買収を行い、綿密な調査の結果有望との結論が出た上で1916年、柳原鉱山を買収した。藤田組は、柳原一帯の鉱山、鉱区を買収後、一帯の鉱山、鉱区すべてを、柳原鉱山と改めて名付け、本格経営に乗り出した。 まずこれまで一定の採掘方針が立てられずに乱掘されていた柳原本交渉校内の整備と本交渉の交渉規模を確認するための炭鉱を進めた。校内の整備ではこれまで採掘後放置されていた空洞に重点を行い、公道も整備されていった。そして交渉の規模もほぼ把握し、校内からの湯水の処理など、鉱山運営に、 必須の電力についても安定した電力の供給を受けられるように施設を整備していった。そんな矢先の1918年7月、中国地方一帯に大豪雨が襲った。柳原鉱山では、かつての露天放りの勝手港採掘跡が地滑りを起こし、土砂がすぐ川を流れている吉井川を閉塞して、周囲一帯が冠水し、多くの犠牲者とともに、 削減本交渉の行動全体も水没してしまった。柳原鉱山全体では、日先交渉の行動は、水没を免れたために、豪雨ごまもなく、採掘を再開したが、本交渉は、校内の排水作業が1919 19年2月までかかり、本格的創業再開は1920年になってしまった。水害の後遺症は大きく、 鉱山周辺の多くの住民は恐怖心から、柳原鉱山で働きたがらず、また鉱山労働者も雨が降ると欠勤するものが続出した。そこで豪雨で生産中断となる前から進めていた本工内鉱将来の行動などの鉱山設備の一新化を推し進め、生産性と安全性を高めていくことになった。そのような中で、これまでの手掘りから、作岩機の導入も進められていった。 折しも各種工業の発展は、化学工業の原料としての硫酸の需要増大を招いており、硫酸の使用原料としての硫化鉄鋼の需要も増大しつつあった。富士匠は、柳原鉱山の生産力強化に力を注いだ。鉱山経営が順調になるにつれて、問題となったのは、鉱石の輸送問題である。それまで吉井川の川船である高瀬船に頼っていた。 鉱石の輸送では間に合わなくなって、柳原から作道によって八田まで鉱石を輸送し、八田から瀬戸内海の鉱石積み出し港である、片上港まで鉄道を付設することとなった。作道と片上鉄道は1923年には運転開始され、鉱石の輸送能力は高瀬船利用時と比べて飛躍的に伸びた。もともと鉱石の品位が高く埋蔵量が豊富な上に、 交渉が掘りやすくかつ強雑物の少ないなど、他の鉱山と比べて競争力の高さが備わっていた。柳原鉱山は、藤田匠の本格的手こ入れによって、大正時代末には日本を代表する流化鉄鉱の鉱山へと成長を遂げた。鉱山の発展に伴い公害も発生した。特に問題となったのは、酸性度の高い鉱内排水をそのまま、吉井川に放流していたことにより、 吉井川下流住民からの公害についての訴えが多発するようになった。そのため酸性度の高い港内排水を石灰で中和させるための沈殿池などの整備が1924年から1925年にかけて進められた。対象末期、セルロイドや流安、そして特に化学繊維の霊ンの材料として、硫酸の需要は増大し続け、柳原鉱山の増産に拍車がかかった。 そのような中、1926年にはこれまで、主に採掘が行われていた第一交代の奥に、第二交代が発見され、ますます、柳原鉱山は、発展を続けた。昭和初期、藤田組は所属する小坂鉱山が、同価格低迷の煽りを受けて不調であり、折からの昭和金融恐慌とそれに続く、昭和恐慌の影響もあって、日銀特有を受けるなど、 経営困難に陥っていたが、柳原鉱山は1928年、野口従う率いる日ッコンセルンの港、延岡、そして朝鮮半島の港南の化学工場で使用する硫化鉄鋼として、都市15万トンという大量供給を行う契約を締結するなど、順調に経営を進め、藤田匠の経営を支えた。 日地コンセルンからの硫化鉄鋼の大量受注は必然的にさらなる増産の必要性を招いた。当時採掘の中心を担っていた第一交代と第二交代での採掘体制は増産に対応可能であると判断されたが採掘された鉱石の先行と輸送全体にわたっての処理能力が著しく不足していることが判明した。日銀特有を受けている藤田組は基本的に 新規事業の立ち上げは許可されなかったが、収益増が見込まれる、柳原鉱山の新規事業は、特別に許可が下り、まず校内で採掘された鉱石の巻き上げ機と大規模な先行場の新設が行われた。そして、柳原からの鉱石運搬については、建設費用が安い作動を増設案も出されたが、結局八田から柳原まで、型紙鉄道を延長することとなり、 1929年に着工がなされ、1931年2月には開通して、柳原から鉄道で鉱石の輸送が行われるようになった。鉱石の輸送手段の改良は、鉄道の延長に止まらず、積み出し工である片上工の近代化も図られた。片上工はこれまで推進が浅いため、 大型貨物船の着岸ができず、橋家の利用も行われていたが、内務省によって地域産業の振興に重要な港と認められ、指定港として港湾近代化の国庫補助の対象となったこともあり、春節によって推進を深くするとともに、鉱石の積み込みの機械化も行われた。このような増産体制の強化が行われている最中の1929年には、 第2交代の奥にさらに大規模な第3交代も発見され、1936年には硫化鉄鋼の都市生産鋼は戦前最高の約50万トンに達した。硫化鉄鋼は成分である硫黄が主に肥料や繊維などといった化学工業の原料として用いられるため、軍需工業との関連性は比較的薄かった。そのため戦時下の国家統制下に入るのは 他の金属類に比べて比較的遅く1941年になってからのことであった。富士匠は重要軍事物資である銅の増産に努め、柳原鉱山でも含む銅流加工から少量の銅が生産されていたことから1943年には銅山にも指定され、1944年には鉄資源の不足からかつて採掘されていたカッテッの採掘も再開された。 そのような中、藤田組の同生産は低迷を続け、ついには1943年に藤田組の全株式は帝国工業開発に買収され、柳原鉱山も帝国工業開発の参加に入った。戦況の悪化に伴い、柳原鉱山で働く熟練労働者の不足が顕著となり、労働力不足を補うために徴用工、朝鮮人や中国人の労務者、 さらには勤労動員された学生などといった不熟連労働者が大量に就労するようになった。人員ばかりではなく物資の不足も顕著で、そのような中で増産を厳しく求められた結果、計画性に欠けるその場しのぎの乱屈が横行する結果となった。そのため、柳原鉱山では1944年後半、頃からは生産力が低下し、また、鉄道、 船舶などの輸送力の低下も著しく、採掘された鉱石の輸送も困難となった。さらには陸軍が柳原鉱山の硬い岩盤に注目して、宇治市にあった火薬工場の疎開先として、1945年5月から地下工場建設のための大規模な掘削工事を柳原鉱山に受け負わせた。地下工場の建設のために主に、 関西方面から多くの人員が徴用されてきたが、陸軍から受け負った仕事であることもあって、柳原鉱山としては仕事の納期を守るために、鉱山で働く労働者も作業に借り出されることになり、鉱山の生産力の低下に拍車がかかることになった。戦時中、硫化鉄鋼を使用していた化学工場の一部は火薬工場となっており、また戦災を受けた工場も多く、 終戦後間もなくは、流化鉄鋼の需要は少なかった。また、柳原鉱山自身も、戦時中の無計画な乱屈によって、校内状態が悪化しているにもかかわらず、修理や設備の改善に必要な物資は極度に不足しており、また鉱山で働く多くの中国人、朝鮮人の労務者が帰国したために労働力不足も顕著であった。そのような状況に追い打ちをかけたのが、 西日本一帯に大きな被害をもたらした枕崎台風の襲来であった。1945年9月17日、枕崎台風による豪雨で吉井川が氾濫を起こし、柳原鉱山の坑道の多くが水没した。また、片上鉄道の鉄橋も2箇所で流出してしまい、鉱石の輸送手段も大きな打撃をこむった。終戦後、柳原鉱山の経営体制も大きく変わった。 帝国工業開発は解散となって1945年12月には、童話工業が創立され、柳原鉱山は、童話工業参加の鉱山となった。しかし、日銀特有の利子返済問題や、集中排除法による規制などで、童話工業の経営体制はなかなか安定しなかった。童話工業の経営体制が整うのは1949年になってからであった。 終戦後の混乱と枕崎台風の被害でいた手を、こうむった柳原鉱山であったが、食料不足が深刻化していた当時の日本では、食料不足解消のために、化学肥料の増産は急務であった。そのため、化学肥料の原料となる、硫化鉄鉱の増産が強く望まれるようになった。柳原鉱山ではまず水没した坑道の復旧に全力を挙げ、 1946年3月に、片上鉄道の鉄橋が復旧して運行が再開したのと同時に、柳原鉱山も採掘を再開した。鉱内の復旧は物資と労働力不足のために難航したが、1946年後期には、ほぼ復旧が終わった。そして1947年4月、政府は、流下鉱の緊急増産を閣議決定し、 硫化鉄鋼を産出する鉱山には、資金と物資を優先的に配分することが決定され、中でも柳原鉱山は、松尾鉱山とともに最優先の鉱山とされた。もともと採掘条件が良い柳原鉱山は、戦後の復興の結果、急速に生産力を回復させることに成功し、さらなる増産が望まれるようになった。そこで、増産のために、 校内設備の近代化が進められたが、今度は、硫化鉄鋼の埋蔵量の減少が問題になってきた。そのため炭鉱を実施して、新鉱脈の発見と開発に努めることになった。1950年以降進められた炭鉱の結果、まず下柳原鉱床に埋蔵量約140万トンの有望な鉱床を発見するなどの成果を上げたが、 最大の発見は1951年の削減本交渉の株交代の発見であった。株交代は第三交代の奥にあって、総埋蔵量は約1890万トンと、第一、第二、第三交代の合計埋蔵量を超える大交渉であり、株交代の発見によって、柳原鉱山はさらなる増産を達成することが可能になった。 そして採掘された鉱石の有効利用を進めるため、これまでほとんど使い道がなかった自流鉄鉱の利用法や、溶ブ分を除いた後の硫化鉄鉱や、自流鉄鉱を良質な製鉄原料に加工する技術を開発し、副産物としての銅やコバルトの回収技術も開発して、柳原鉱山は1950年代から1960年代にかけて全盛期を迎えた。全盛期も、 株交代の、さらに、地中深部に、深部鉱床を発見、開発したり、柳原本鉱床東部に、銅の含有率が高い日の谷鉱床を発見、開発するなど、新たな鉱床開発も、盛んに行われ続け、柳原鉱山の創生産量は1966年には80万トンを突破し、最高値を記録した。また、柳原鉱山の発展に伴い一体化が進んだ。 吉岡村、北明村、南明村、飯岡村の四家村は1955年に合併することになった。柳原鉱山を中心として四家村が合併して、新町が誕生することになった経緯や柳原の名が全国的にも知名度が高いことなどから、新町名は柳原鉱山の名を取って柳原町とすることになった。1960年代、 全盛期を迎えた柳原鉱山であったが、その衰えは急速であった。その最大の原因は、石油生成時に水素化脱流装置、硫黄回収装置を用いることによって、副産物として生産される回収硫黄が急速に市場に出回るようになったためであった。また、減反政策の影響で、化学肥料の国内消費量が減少し、諸外国でも、 化学肥料の自給が進み輸出も減少するなどといった事態が重なり、1970年までは年産70万トン台を維持していた柳原鉱山の硫化鉄鋼生産量は激減して、1972年にはほぼ半分の36万トンにまで落ち込んだ。そして1970年代半ばには硫酸の原料としての硫化鉄鋼の利用がほぼ途絶え、松尾鉱山など、 他の硫化鉄鋼の鉱山が次々と閉山に追い込まれる中、柳原鉱山は酸化鉄、重量骨材や重量コンクリートの原料用の硫化鉄鋼を採掘する鉱山として生き残りを図ることになった。1978年には新部鉱床の採掘を中止し、柳原鉱山は最大の株鉱体の採掘に集中することになり、採掘量を大幅に減らし、 人員の削減など大規模な経営の合理化も断行した。経営の縮小、合理化によって生き残りを図った柳原鉱山の息の根を止めたのが1985年以降の円高であった。円高の影響で輸入鉱石の価格が下落したため国内鉱山の競争力は著しく低下し、柳原鉱山でも鉱石の販路の縮小を余儀なくされた。 そして1991年3月、柳原鉱山は閉山となった。閉山までに硫化鉄鉱を中心として確認された埋蔵量の約7割に当たる2650万トンの鉱石が採掘され、まだ採掘が可能である鉱石を1000万トンを残した状態であったが、主要な鉱物である硫化鉄鉱の利用価値が低下したことと円高によって、 外国産の安価な功績によって、販路を失ったことにより、閉山を余儀なくされた。行動の最深部は地下1000メートルに及び、行動の総延長距離は1400キロメートルに達していた。柳原ふれあい鉱山公園内に保存されている、片上鉄道の車両詳細は、道和工業型紙鉄道参照対象初期、藤田組が本格的に開発を始めた頃の柳原鉱山の、 鉱石輸送は、高瀬船を利用して吉井川を降り、和気駅から山陽本線に積み替えるか、吉井川を河口まで下って、小島湾の区番港から海上輸送する方法が取られていた。高瀬船は、会社所有のものと、個人所有のものがあって、最盛期には100層以上が利用された。しかし初夏から秋にかけて、吉井川の水は、下流部で、 農業用水として大量に取水されるために水位が低下してしまい、脇の上流約6キロのヶ瀬付近により下流では、1年のうち約4分の1は、高瀬船での輸送は、ストップしてしまう状態であった。その上、高瀬船での輸送は、柳原から九番港までの往復に平均5日を要し、鉱石を俵に詰める作業が必要で、労力もかかり、輸送費が、 生産費の半分以上を占める状態であった。柳原鉱山の開発が進むにつれて、鉱石の輸送問題の解決は重要性を増した。そのためまず1919 19年7月には、小坂鉄道の古くなったレールを利用した、一社鉄道の建設が計画され、1920年9月には、脇から天ヶ瀬間で完成して、吉井川の水位が低下して、 川船での鉱石輸送ができない時期に輸送を担うことになった。しかし、これでは到底増大する輸送には対応できるとは考えられず、新たな対策が望まれるようになった。そのような頃、地元の有力者によって、片上港から訳を通り三井島での軽便鉄道敷設の動きが起こった。富士匠は、鉄道敷設が鉱石輸送問題の解決に役立つと考えて、 この計画に参画し、1919年11月27日、片上鉄道株式会社が設立された。1921年に建設を開始し、1923年1月に、片上、脇間、そして8月には、脇、やたまが開通して、1923年5月に、柳原鉱山から八タまで開通していた、鉱石運搬用の作動とともに、 鉱石運搬に利用されるようになって、柳原鉱山からの鉱石輸送力は増強された。その後も、硫酸需要の増大と有望鉱脈の相次ぐ発見、開発によって、柳原鉱山の生産量は増え続け、1931年6月には、八田柳原間の鉄道が完成して、片上鉄道は、片上柳原間が全通した。その後1945年9月の、 枕崎台風による洪水によって2カ所の鉄橋が流出するという大きな被害を受けたが1946年3月には復旧し、その後柳原鉱山の発展に伴い1960年代後半、柳原鉱山と共に片上鉄道も最盛期を迎えた。しかし1970年代に入って柳原鉱山の生産量の激減に伴い貨物の 取扱い量が激減し、旅客輸送も乗用車の普及と柳原鉱山で働く、労働者の減少に伴い減少の一途をたどった。1987年11月には、柳原鉱山の鉱石輸送が安価なトラック輸送に全面的に転換された。地元住民の存続要望があったものの、経営混乱により、 柳原鉱山の閉山と同じ年の1991年6月30日、廃止されることになった。一番鉱内部閉山後、最上部の一番鉱道以下はすべて水没し、水面上に残る鉱道は、推定 10km 程度とされる。鉱山周辺には、フェライト素材製造の童話エフテックや、産業廃棄物処理のエコシステム、産業などの童話工業関連会社が創業を、 続けている。行動から出る酸性の排水を中和処理する事業が同和工業によって継続されている。処理施設で自ら除去された鉄化合物を処理して製品化して出荷している。平成元年から国の補助金を受けた事業として行動を活かした町おこしの行動農業が行われている。周辺地区は 山間農業で農家の平均工作面積も 45A と狭く、他地区との差別化のために企画、立案された。行動は、温度摂取15度前後、湿度80から90%に保たれ、地元で醸造されたワインや清酒、味噌の熟成、根菜類や芋の保存、木ニラや竹類の栽培などが行われている。水没せずに残っている、最上部の一番行動が利用されている。 行動農業に使用されている行動は全長約700メートルの部分で AH の8区画に分けられ、仮面がコンクリートで再整備されて、照明器具が設置されている。ハイポキマイン、ソウロ、ヤナ、ハラトロッコの整備空間を転用した地下低酸素トレーニング施設、ハイポキマイン、ソウロ、ヤナ、ハラが2002年10月に設けられている。 酸素濃縮装置を逆に接続した脱酸素装置を使用してトレーニングルーム内の酸素濃度を下げる構造になっている。酸素濃度の調節可能範囲は18.6%から13.6%となっている。ハイポキマイン、ソウロ、ヤナハラのコースは往復42.195メートルであるが中央縦坑までの長大な構造をそのまま使った。 距離500メートルの直線トレーニングコースも計画された。しかし、その後の補助金の縮小により500メートルの直線トレーニングコースの計画は破棄され、実現しなかった。ハイポキマイン、走路柳原の施設は実験施設ではなく一般向けの練習施設であり、3時間3000円で借りることができる。有森祐子や天馬や女子陸上部も利用した。 行動農業の見学会が1回第1日曜日に柳原ふれあい鉱山公園を出発地点とした行動見学会が三崎町農業公社によって開催されている。行動見学会は行動農業と地下トレーニング施設を見学するコースで全長700メートルの区画を1時間ほどかけて徒歩で移動する。見学できる範囲は童和工業より、 公道農業のために寄与されている区画に建局され、その他の公道は立ち入ることはできない。建て工もあるが、危険防止のためにコンクリートブロックで囲われて見学できない。柳原鉱山資料館片上鉄道の基地原駅と操車場跡を利用して作られた公園で、柳原鉱山の様子や鉱山町を再現した資料館があり、また、 片上鉄道の吉ヶ原駅の駅舎が保存されていると、ともに片上鉄道の貨車や客車が胴体保存されている。面積は約18,400平方メートル。駅舎は国登録有形文化財。1998年から展示運転を行っている。詳細は柳原ふれあい鉱山公園を参照。ありがとうございます。